動くというか、動くというか、you
分ですか、10分ですか。15分経過。
レッドエナジーにはタイヤワールド館ベスト様、法人営業部部長杉浦紀彦様より勝利者賞が贈呈されます。たちまち30分一発勝負は17分19秒片寄りがたるで高瀬美雪、岩田美香、レッドエナジーの勝ちでございます。皆さん、まずは本日ご来場誠にありがとうございました。松本見ろよ。ただいまって言おうとしたらまたすぐ欠場。この戦場のリングでの松本さん、いなきゃいけない存在なんですよ。戦場のチャンピオンとしてめちゃくちゃ意識してる相手です。あなたの強さは十分伝わってます。だからこそ今日赤柳の、いや岩田の熱少し分けさせていただいたので、欠場期間も熱くそして早く帰ってきてください。待ってますよ。岩田ムカつくけど熱もらったわ。熱を私に分けたことを後悔するぐらいパワーアップして強くなって戻ってきてやるよ、お前のためにな。
と思うんで、欠場中もしっかり気を抜かず絶対強くなって戻ってきますので、皆さんどうぞ待っててくれたら本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。みんな待ってて、戻ってくれたらありがとうございました。久々のアンコールの皆さんどうでしたか。ああ、久々でもバチバチに暑いね高瀬、やっぱりそんな暑い私たちが、いや私が先日ベニー戦しっかり防衛してきました。一つ一つですけど、ゆっくり私なりに戦場のチャンピオンとして熱い道作っていきます。そのためにはこのシングルだけじゃなくて高瀬とももっともっと上見ていきたいよね。行きましょう。そのためには高瀬も言わなくても分かると思うけどさ、水波岩波が持つ戦場のタックベルト欲しくね。欲しいです。呼んではないんだけど、まあ呼んだなのかな。呼ばれた気がするな。実は呼ばれるの分かってたんじゃないですか。それぐらいの熱赤いのに感じてたんじゃないですか。そのベルト、水波よりも真波よりもこの赤いのが巻いた方が喜ぶと思うんですよね。そのベルト赤いなに挑戦させろ。俺よしよし、岩波か高瀬美雪、略してレッドエナジー、それをまた略して赤いな。いいか、ちょっと一回まとめさせてくれ。お姉さん方はわあ、マナミと水波を持ってこのタックのベルトにしたいってことでいいか。そうだな、そういうことですかね皆さん。おお、あなた方な、こんな熱い二人断る理由なんてねえよな。なあ、やるぞやるぞ、タイトルチーなあ、学びやるぞ。おっさん、やりましょうやりましょう、ここ仙台でやりましょう。決まったことでいいんですよね。ああ、だってチャンピオンが言ってるから別に上の話とかはないですもんね。ああ、あんだけ暑い水波真波、ああ、赤いのの暑さ、そんなもんじゃねえんだよ。仙台の皆さん分かりますよね。ここ仙台で5月2日タイトルマッチやってやりますよ。ああ、高瀬いよいよ赤いのがベルト巻く時だね。そして私自身も2冠チャンピオンになる時が来ました。皆さん絶対来てくださいよ。
ありがとう。じゃあ最後にあの締めでこの最高に熱い大会締めたいと思います。皆さんどうですか。いいですか。皆さん分かると思いますけど、私が1、10、100と言ったな。皆さん拳を高く突き上げて船長シーンってやるんですよ。皆さんがシーンじゃなくて皆さんがやるんですよ。皆さん立ってください。強制です。強制です。どうしても立ちたくないっていう方がいたら座っててもいいですよ。でもまあそうね。オッケー、じゃあ皆さんいいですか。いきます。1、10、100、1000回。